かも。今日は何が飲みたい？せっかく飲み相手になってくれると思ったのに残念よ。おばんです。おばはん、何かうちに用でも？ふん、あなたがジャーリャさんざんすか。想像と若干違いましたざんます。昔人石を祭り出した聖女で仙女のように舞うと噂で聞いたざますが。いや、そんな偉いもんちゃうね。でもまあそういうこっちゃな。いいざますわ。あなたこそ私が欲しい人材ざます。ぜひ。はあ？ごめんなさい、自己紹介を忘れたざます。ナエと申すざます。ご覧の通りただの女。今は東方古外のアンコン祭を主催させていただいているざます。実は巫女役にふさわしい女の子を探しておりまして。アンコン祭というのは東方古外の由緒ある祭りで、巫女に伝統の神楽舞を踊ってもらい、それがモンスターのせいで元の巫女が去っていってしまったざます。もうすぐアンコン祭の日ざますが、なかなか祭りの経験がありながら踊り上手な巫女を見つけられなくて。もう大丈夫、ジャーリアさん、あなたこそ一番ふさわしいお方ざます。祭りか。昔はうちもずっとしとったけど、祭りでお酒を出すんが嫌になったさかい、ふるさとを去ったんや。梵天様、あるいは芝様への聖武やったらええけど、東方古外の神への神楽舞なら踊られへんよ。それにこのバーのマスターが仕事全部うちに押し付けてくるさかい、中央町の分もあるし、手伝う暇全くあらへん。何な、よそに頼んで。でももう頼めるものがいないざます。うち的に言わせてもらえば、祭りの経験のある女の子に踊り教えたったり、または踊れる女の子に祭りのやり方を教えたる方が早いんとちゃう？うちやなくても全然いけると思うで。うちはな、やりたいことしかやらん主義や。頼まれるとか強要されるとかすかん。ほな、お客はんが呼んどるんで、ごゆっくり。はあ、てめえもアンコン祭を行うなとおっしゃるざんすか。いえ、時間があまり残っていないざます。アンコン祭はもう間もなくざます。10年に1回行う祭りで延期なんぞできないざます。舞を舞えるのは彼女しかおりません。そうざます。ジャーリアさんって何かお好きなものがあるざすか。ほう、この都市の一部を砂漠にして、その中にオアシスを作るしか。お酒。よし、わかったざます。今度こそ絶対にジャーリアさんを説得してみせるざます。
ち言うたやん、神楽舞は踊らへんって。今日は飲みにやってきただけざます。さあよか、ほな問題なしや。何を飲む？まずはつまみだけでいいざます。お酒なら自分で持ってきたので、ほら、いっぱい持ってきたざますよ。お客はん、うちは持ち込み禁止やで。これ1962年もののスコッチウイスキーざます。高級品中の高級品、お酒の王様。少し味わってみたらいかがざます？まあ常連はんやさかい、多めに見てあげたる。うち一応まだ仕事中やし、ちょっとだけ味合わせてもらう。ほな、健康のために。せやせや、あの酔っ払い、酒が有毒やさかい溶岩を飲んで口すすぐ言うて、結局うちに頭坂亀に押し込まれて店の外に捨てられてしもたんや。の水うますぎるわ。ちょい薄かったけどな。そんなことあらへん、飲み始めたばかりやん、まだ酔ってまへん。まあ持ってきたお酒は全部飲まれたようですね。隊長さん、あちらでまた2本ほどお酒を追加してくるざます。これからよろしくざますよ。へえ、なかなかやるやん。当てたろか、どこかの学校のダンス部の女子か、コミケの巫女コスプレイヤーか。意外やわ、あの人が祭りで踊れるなんて初耳や。そや、グッズおもろそうやから見に行かな。はあ、あのな、神様ってユーモアのわかる人たちやないねん。出来の悪い祭りならえらいことになってまう。中途半端な巫女が目ん前で下手なタップダンスなんて踊ってみ、うちが神様やったら天罰を与えたるで。んなわけあるか。こう見えてもうち小さい頃から祭りの踊り子として立派に育てられてきたんや。素人に負けるはずがあらへん。うちは物心つく前から祭りで踊っとったんや。くぅ、これは聞き捨てならんな。そこまで言うんやったら親戚まで目覚めさせる祭りの剣舞を見せたのやないか。上等や、参加したる。聖女と呼ばれとったこと嘘やないと証明したるわ。
参加したる。聖女と呼ばれとったことを嘘やないと証明したるわ。あれ、確かにうちの声やけど、こないなこと言うた覚えがあらへん。って言ってるさかい、今さら言い訳はせえへん。では早速神楽舞を教えるざます。え、何ええはんが？祭りも神楽舞もできるんなら、何ええはんが巫女をやったらええんやんか。ジャーリアさん、私みたいな中年女性が巫女服を着て神楽舞を踊ったところで神様が喜ぶと思いますの？若くて綺麗な娘の方がいいに決まってるざます。はあ、はあ、せやな。じゃあ、なんでやろう。どないしても納得できんことがある。ジャーリアさん、そういう問題ちゃうねん。まあええわ、はよ済ませてバー帰りたいし、今から神楽舞を勉強しましょう。で神様がそんなおもろい姿を見てもうたら笑ってまうで。ってちゃうわ、からかわんといて真面目に考ええや。ナエハンがやってきて誘うてくれて、飲みに来てんでわけわからんと OK って返事してしもて、ほんでナエハンに神楽舞と祭りを教わって、あれ、ナエハンばかりやん。他の人らは？祭りって両さんの人が手分けして手配するもんやから、全部ナエハンだけに任せるはずあらへんのちゃう？あ、すまへん。あ、せや、お兄さん、ちょ待って。東方古街の住人でっしゃろ？ああ、そうだけど。東方古街のアンコン祭の担当者ってナエハン以外他に誰かおるん？アンコン祭？ナエ？なんだそりゃ、何の話だ。聞いたことあらへん。騙したな、ごめんな。若すぎるから知らんだけかもな。他の人にも聞こう。うちの書店の蔵書はね、東方古街で一番古いと断言はできます。お、あったあった。この本にち不思議なことをたくさん記録してる本ですよ。あなたたちのような若い方が聞いたこともないことです。読んでみてく。あら、ごめんなさい、老眼なので間違えてしまいます。この一冊ですよ。ほんまかいな。あ、そして最後のページ読ん。それは40年前の話です。
あの時私は初恋の相手とデートするような年頃でした。周りの人たちからは暗婚祭が神様を怒らせてしまい天罰をもたらしたと聞きました。その頃から暗婚祭は禁忌とみなされ、一度も行われることがありませんでした。一度もね。なあ隊長班、ちゅうことはやで、今回の暗婚祭南英班が勝手に開催しようしとんねん。あの人どういうつもりや。やっぱ怪しい、怪しいわ。こそこそ禁忌を覆そうとするなんてろくなことちゃうで。あ、そうや、暗婚祭が生死の窓を開くって書いとったな。死傷者まで発生しとったし、つまり暗婚祭は。それは断言できませんね。他の人々のように暗婚祭に反対はしていませんが。ちゃう、可能性あるんやったら止めに行かなあかん。とりあえず南英班の真の目的調べな。行くで。おいでやす。南英班の指示通り来たけど、ここ洞窟やんか。なあ隊長班、もっと明るくしてくれへん？おや、ずいぶん早かったざますね。やあ、ナイハン、こない真っ黒な洞窟の中で暗婚祭をやるなんて、うちも想定外やわ。ごめんなさい、お伝えし忘れたざます。暗婚祭はあまり盛り上げない方がいいと思い、ここで行うことにしたんですの。では、人も揃ったし、もう時間ざます。生きる者の花向け、死者の未練、生と死はここで巡り合い、暗婚の祭りなり。あの、どうしたざます？郊外の暗婚祭なのに、なんで郊外の人ら参加せえへんの？祭りとはこういうものざます。関係者以外は参加できないざます。ちゃうやろ、いろいろ調べたんやけど、ずっと昔ん時は暗婚祭に参加しとった人間もたくさんおったらしいで。調べた？一体何を？まあ、そん時から暗婚祭が東方郊外に禁忌とみなされ、二度と行われんようになったんも知っとるで。せやから今回の暗婚祭は南英班が東方郊外の人らの命盗んでこっそりやってるんやろ。うちらは真相を知りたいんや。神楽舞を踊るかどうかは南英班の目的次第や。もしブラックゲート開こうしとんのやったら。あ、待ち、逃げんといて。隊長班、穴に慌ててうちらの推理が当たったんや。追いかけな。
隊長はん、あっちはどない？見つかった？それはハズレザマス。隊長はん！来なさんな！あなたの命は奪いたくない。だから動くでないザマス。やめて！隊長はんから離れるんや！隊長さんを傷つけたくない。だから近寄らないザマス。このアンコン祭のために一人で40年間も準備してきたザマス。東方古外の人々の目を盗んでアンコン祭について研究し、全ての準備を整えて、最後にやっとふさわしい巫女まで見つけたのに、ようやく私の願いを実現させることができるのに、このアンコン祭が禁忌のものだとバレてしまった。最後の最後にお願い、これ以上近寄らないザマス。戻って神楽舞を踊って、このアンコン祭を完成させるザマス。早く。わかった。他の選択肢もな。隊長班を傷つか、これで終わり？ありえないザマス。こんなに完璧な神楽舞を献上したのに、これで神様も満足して生死の窓を開いてくださるはずザマス。残念やな、ナエハン。あんたが何企んどるか知らんけど、どうやらうまくいってなさそうやん。いいえ、ありえない。何が間違ってるというザマスか。まったく、一体どこが間違っているの？く、考えて。隊長班、おいでやす。目を覚まして。大隊長は、びっくりした。よかった、一生起きてくれへんかと思ったわ。動いたらあかん。さっき召喚した坂亀が重かったんで、隊長班がうちの合図を理解できへんかったみたい。ナエハン、申し訳ないんやけど、他の方法があらへんかった。隊長班は座ったまま休んどって。あそこにおるで。終わった。全てが終わったザマス。40年間の努力、無駄だった。ナエハン、うちらはあんたの真の目的を知りたいだけや。ひょっとして40年前開いたあれがブラックゲートだと知ってて、また開けるつもりだったん？ブラックゲート？何の話ザマス。私はただ生死の窓を開き、死者と触れ合いたいだけ。え？つまりアンコン祭ってほんまに死者と触れ合えるん？比喩とちゃうの？そうざます。私はこの目で見たことがあるんざます。40年前最後のアンコン祭で事故が起こったやつ？
何があったん？アンコン祭が生死の窓を開くというのはただの神話だとみなされていたざますが、40年前巫女が完璧な神楽舞を踊ってその伝説が現実になったざます。心の準備をせずに祭りに参加した人々が死者の声を聞いて混乱し、皆押し合い外へ走ろうとしてパニックになってしまったざます。うちの姉も私を守るために死んでしまったざます。なるほど、モンスターのせいやなくパニックで起きた事故やったんや。はあ、そしてずっと私の世話を見てくれていた姉はあっという間にいなくなり、遺言さえも残さずに消えてしまった。悔しくてたまらないざます。だから40年にもわたって準備していたのも姉と別れを告げるためだった。せめて謝るだけでもと。はあ、そんだけ？やったら直接言うてくれればええのに。そこまで暴れる必要もあらへんかったで。アンコン祭は禁忌だった。たくさんの邪魔と反対を乗り越え、ようやくアンコン祭の全貌がはっきりしたざます。あなたたちもあれが禁忌だって知っていたから私を詰問し止めようとしたと思うぞ。まあ気になったんは知っとったけど、せやけど普通のお祭りやったらもうどうでもええことでしたろ。あれは普通のお祭りじゃない。奇跡を起こして生死の窓を開く禁忌のお祭りざますよ。確かにすごそうやけど忘れちゃ困るで。うちはな、奇跡を起こす巫女や。うちにとって死者と触れ合う奇跡は禁忌ちゃう。こんなお祭りやったら心配せんでええで。ほな見せたるわ、このアンコン祭に足りんかったもん。ありがとう。けどもさっきの神楽舞だって完璧だったのに、40年前に見たのよりずっと良かったのに、ダメだったざます。アンコン祭のために手段を選ばなかった私に対する。ちゃうで、うちはそんなに東方古外の神様に詳しないけど、神様やったら祭りで必要とされるものは同じはず。経験であることや、神様は望みを聞き入れるために心、つまりうちらの敬虔な祈りが必要やね。言うてみりゃお祭りん時に一番大切なんは真心を神様へ献上。せやから巫女も敬虔な心で神楽舞を踊らなあかんねん。隊長班が脅迫されとって神楽今やったら。そうざます。あれ、これはこの風景、もうやった、ついにやったざます。なえ、お姉ちゃん、お姉ちゃんなの。40年経ってついにお姉ちゃんと話せるようになった。謝らなきゃ。うん、謝るべきなのはこっちの方よ。違う、お姉ちゃんは謝る必要ない。謝らなきゃならないのは私の方。40年間私のせいであなたはずっ。違う、お姉ちゃんのせいじゃない。全部は。ごめんね、お姉ちゃんが去ったのが早すぎたからあなたのそばにいてあげられなくて。からもちゃんと生きていてまた会えるから。でもそれはだから私に縛られないで自分の人生を生きて。ああ、
依頼はもう済んだんやし、ナエン班のもう十分でっしゃろ。見ればわかるで。ナエン班はな、何か言葉を喋りたかったんやのうて、心を聞きたかっただけや。もういっぱい聞いたことやろし、一人にしてあげまひょ。ああ、携帯の電源を切らんと。